皆様、こんにちは。このプレゼンテーションでは、ST マイクロエレクトロニクスの産業システム用インテリジェントパワースイッチについてご紹介します。IPS、インテリジェントパワースイッチとは、高機能を内蔵したパワースイッチで、産業機器の IO モジュールやアクチュエーター駆動に用いられます。ST の IPS 製品は大きく3つに分類されます。絶縁素子をパワースイッチの中に内蔵した製品、マルチチャネルドライバー及びシル対応可能なシングルチャネルドライバー IC、そしてセンサーとの IO リンク通信を可能とするコネクティビティ IC があります。IPS が用いられるアプリケーションとして、PLC、CNC などの産業機器の IO モジュール部や、サーボドライブのソレノイドブレーキ、また産業機器の 24V バスにつながる各種アクチュエーターや LED ランプの駆動などが挙げられます。ST の IPS 製品のメリットをご紹介します。すべての IPS 製品はアクティブクランプ機能が内蔵されておりますので、セラーダイオードなどの外付けのクランプ素子なしで、インダクタンスのエネルギー照示が可能です。また、入力レンジも VCC から 3.3V 電圧まで幅広く対応しておりますので、レベルシフターによる電圧シフトは不要となります。診断機能に関しては、製品ラインナップを拡充することで、シリアル、パラレル、それぞれに対応したインターフェースを持つ製品をご用意しております。パワースイッチの保護機能として、発熱保護、電流制限機能があり、 VCC 電源端子においては電圧クランプ機能が内蔵されておりますので、電圧スパイクからデバイスを保護します。さらに、グランドオープン時にはドライバーがターンオフする設計となっており、異常時の予期せぬ高出力を防ぎます。また、 IEC にて規定される各種ノイズイミニティを満足する高品質な製品となります。製品のラインナップをご紹介します。横軸はデバイスに搭載された出力チャネル数、縦軸に出力電流を表しております。 IPS160H161H は 60V 耐圧のデバイスとなっており、高い電圧耐性が要求されるアプリケーションに最適です。また、IPS4260L は ST 製品の中で唯一のローサイドドライバーとなっており、日本市場のニーズに合わせて開発された仕様となっております。また、 ISO8200 シリーズはハイサイドスイッチの中に絶縁素子を内蔵したデバイスとなっており、 PCB 上の実装部品の削減、また省スペース化が求められるアプリケーションに最適です。 ISO8200BBQ は絶縁を内蔵した8チャンネルのハイサイドスイッチであり、制御方式はパラレル入力制御となります。パッケージは PowerSO36 および QFN をそれぞれ型番違いでご用意しております。製品の特徴として、絶縁内蔵による PCB 上の外付け部品の削減および省スペース化が可能、また極めて低い音抵抗により導通損失を抑えることができます。絶縁の通信方式はノイズ耐性の高い RF を採用することで、ノイズイミニティを向上させております。また、デバイスに搭載されたシンクロナスモードを使用することで、複数の負荷を同時に駆動することができます。また、このシンクロナスモードを使用することで、出力をパラレル接続して大きな負荷を駆動することも可能です。 ISO8200AQ は同様に絶縁を内蔵した8チャンネルのハイサイドスイッチですが、制御方式は最大 20MHz に対応した SPI によるシリアル通信となります。診断端子はコモン出力となるフォルト端子となりますが、シリアル通信の出力を確認することで、各チャネルごとの診断結果がモニター可能です。また、 VCC 電圧のパワーグッド出力にも対応しております。 ISO8200 シリーズの最大のメリットは、 PCB の小型化を実現することが可能である点で、特に QFN パッケージを採用することで、さらなる PCB 基盤の小型化が図れます。IPS4260L は高速動作が可能な4チャンネルのローサイドスイッチとなります。特徴としては、入力伝播遅延が1マイクロセック未満と、従来製品と比べて約1桁早い仕様となっており、システムの高速動作を可能とします。また、広範な VCC 動作電圧範囲、かつ電流制限値を外部抵抗によりプログラム可能であるため、
さまざまなアプリケーションに対して柔軟な設計が可能です。さらに、設定した電流制限に到達した際に、出力をカットオフするリレー時間も設定することができます。IPS160H161H は 60V 耐圧に対応したシングルハイサイドスイッチとなり、シル認証が必要なアプリケーションに最適です。異なる電流制限設定値のデバイスを型番違いでご用意しております。音抵抗は最大 120mΩ となっており、導通損失を低減できます。こちらの製品も IPS4260L と同様にカットオフディレイ設定が可能となります。以上で、インテリジェントパワースイッチの製品紹介を終わります。製品や評価ボードに対するお問い合わせについては、ST 営業所もしくは正規代理店までお問い合わせください。ご清聴ありがとうございました。